その後ろに5番人気の中心長澤彩です。過去3回登場いずれも好成績を残しております。優勝は1回あります。9戦5勝の相性のいいバンク長澤、人気の中心道中4番手、この後ろにつけているのが2番の白井です。前回も決勝進出、このバンクはデビューの初 V の初勝利のバンクであります。さあ打者を迎えていきます。6番手に4番成田、そして7番の荒川、ともに広島初登場の両者。さあ打者を過ぎ3コーナー、7番の荒川内をスルスルっと上がっていき、3番手から2番手をかかっていく1番田中は5番長澤の上昇の動きに合わせていきましていきますが、ここは長澤がホームで主導権を握っていきました。残り1周から来ていきました。長澤の主導権、そしてここで2番の白井が2番手にはまっていきました。上がっていきました。そして1番田中が3番手、5番2番1番、その後は3番宮安、4番成田、後方から6番7番という展開。3コーナーから2センターです。さあ今度は5番手から4番成田もいい感じで巻き返していきます。3番手が1番田中、この位置まで上がっていった。4コーナーから直線、5番長澤先頭、長澤先頭、2番の白井が追い込んでいく。最後はどうか、変わったか、